それでは行きましょう。本当は怖い原稿シリーズという形になるんですけれども、鎌倉の女性は…という形でお話ししていきます。はい。鎌倉の女性は、鎌倉時代の女性はですね、手出しちゃダメなんですね。はい。で、これはなんでかっていう形になるんですが、この時代、九州地方では女性まで動員される事態というふうになります。で、それはなんでですかっていうと、モンゴル軍の侵略として非常にきつかったのが、対馬と壱岐なんですよ。対馬と壱岐って、まあ、ちっちゃい島になるんですけど、その小さい島で、モンゴル軍がすごい残虐な行為を行うという形になる。もう片っ端から皆殺しっていう風な形で、島民が全員皆殺しにするは、もうむちゃくちゃなことをやるという状態になったわけなんですね。そうすると、九州にいる武士の妻たちはどういう風な感じになるかっていう形になるんですけども、戦うしかないという風な形になってしまうんですね。で、ここからが問題なんですけれども、鎌倉、室町、戦国といってですね、女性が弱かった歴史なんか、ただの一度もないんです。ここはポイントになります。ただの一度も鎌倉、室町、戦国、江戸とですね、まあ、明治維新の時もそうかな、女性が弱かった例なんてほぼないに近いんですね。日本の歴史家の中で。はい。という風な形になるので、どういう風な形になるかという形になります。さあ、ここでモンゴル軍たちはこういう風な形でやってくるんですが、要するに女性がですね、甲冑を着た、要するに、武装集団が出現するとするわけなんですけれども、まあ、言うてどこの世界でも一緒なんですけど、女性を見るとちょっと油断するんですよね。はい。これはもう全世界的に同じなんですけど、女性の舞台を見ると、絶対に気を抜いてしまうという癖が必ずあるんですよ、男の人っていうのは。ところが、この時代、まあ言ったら、まあ簡単に言ったら、要するになんか、現れた敵が孫悟空だったら、やべえなってなるんですけど、現れた敵がプリキュアだったら、ん?ってなるじゃないですか。極端な話。ところが、この時代にかかわらずなんですけど、女性、この時代の女性の甲冑の武器とかあるでしょ。甲冑の武器とかあるんですけど、たまに男の甲冑よりも重たかったりするんですよね。なんだこの重さみたいな状態になるんですけれども、まあ、簡単に言うと、ヘラヘラ笑ってる、こう、可愛らしい女の子がですね、突然、武器をこう、甲冑を身にまとってる男よりも要するに恐ろしい武器を振り回してるっていう状況を見ると、まあ非常に恐ろしい状態だな、ということになります。さあ、ここでどういう風な形になるかってことなんですが、鎌倉の女性集団で5人とか10人だったりすると、元軍は迷わず要するに攻めかかるわけなんですけれども、まあ、バッタバッタ死んでいくという状態になります。よろしいでしょうか。バッタバッタ死んでいくということですね。はい。まあ、変身する前のプリキュアの方が強いんじゃないかみたいなね。そんな状態になるんですけれども、鎌倉の女性の武士団舐めたらあかんのは、まあ、彼らもっていうか、彼女たちも、鎌倉時代という時代に生まれてますから、基本的には剣術から薙刀術から、要するに弓矢から全部習ってるんですよ。習ってる。何やったら男より強い。という風な形になりますから、そういう形になる。で、奥さんとしていました。旦那と奥さんいましたって言ったら、夫婦喧嘩が基本殺し合いなんですよ。わかります?夫婦喧嘩が殺し合いだし、離婚しそうなものになって、男性から離婚したいですなんて言った日にはですね、薙刀っていう要するに襲いかかれるっていうような時代なんですよ、この時代。だから、弱いわけないんですよ。なんやったら男性よりも強かった人ですよ。で、まあそれにまあ飛びかかっていって、わーって可愛い女の子だわーつって切りかかっていったら、ボッコボッコにされるっていうね。はい。という形になります。まあ木曽義仲の嫁はの巴御前とかもそうなんですけど、右腕で首の骨へし折ったりしますからね。バチッつって。はい。っていうぐらい、それもすごい強い武士ですよ。すごい強い武士ですよ。20戦無敗とかいう武士の首の骨を、お前ちょっと調子乗ってんじゃないぞ、バーンつって、首に殺すっていうんですかね。殺害してしまうという状態を要するにやってしまう人たちなので、鎌倉の女性は、まあ、っていうことですね。鎌倉の女性は怖いとかそういうレベルの話じゃないですね。鎌倉の女性もちょっと無言という感じになるんですけれども、まあ、そういう時代ですよ、というふうな形になります。はい。まあ、まだまだあります。はい。まだまだあります。これはだから、非常に長い時間お付き合いいただくという形になるんですけれども、まあ、こういう形がありましたよ、ということで、お話を終わります。よろしいでしょうか。というわけで、鎌倉の女性には手を出してはいけません、というふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。